しい演舞をした披露した方6名を選ばせていただきます。個人賞は4つありまして、1番美しいでしょう、2番ベストユーモア賞が2名、3番笑顔がいいでしょう、4番お子様大賞のいくら賞がお二人の4つとなっております。こちらですね、賞のメダルがこちらです。本イベント書き下ろしイラスト、可愛いですよね。内村と鮭が融合したメダルが贈られます。はい、お子様のいくら賞にはちなみにいくらがくっついている、また違ったデザインになっておりますので、はい、それではですね、選ばれた6名はこちらですね、メダルを手に入れることができるんですけれども、さて誰が栄えあるキングオブ鮭の名を手にするのか、大変見ものでございます。はい、はい、観客席の皆様もですね、お手拍子と心拍子声援で大いに会場を盛り上げていただければと思います。よろしくお願いいたします。コンテストなんですね、実はね、実は、はい、鮭がメインではないキングオブ鮭を選ぶ企画となっておりますので、はい、審査員の方を紹介したいと思います。はい、それでは審査員の皆様、ステージ中央までお入場ください。拍手でお迎えください。選んでいただきます。それではですね、お一人ずつお名前を読み上げさせていただきますので、一歩前に名前呼ばれた方が出ていただければと思います。お一人目は栃木県出身のお笑いコンビ、今回の噴水前広場会場の MC を一日務めていただいております、トップガーの太一様です。あ、ごめんなさい。構え。
審査員の皆様、大変難しいと思うんですけれども、個人賞の回答の方は決まりましたでしょうか。悩んでください。一生懸命悩んでください。私船木先生の顔見れなかったです。もう振り付けが全然変わってて、でもその中でですね、私笑顔がいいでしょうっていう、審査項目を見ていく中でもうピカイチに輝いてました。本当に心から楽しんでいる、そんな姿がとても良かったと思います。おめでとうございます。
スト・ユーモア賞。ハリーさん、よろしくお願いします。ユーモア賞ですよ。Thank you.
とチーム名とお名前入れました。それでは選んだ理由をお願いします。はい、平等にちゃんと見ました。子供だからとかではなくて、まずゆりちゃん、フォーメーションの練習をしてきたなっていうのが伝わりました。見ました、せいやさんの射程、3人の射程、その練習の成果がなんか涙出そうになるぐらい頑張ってたので、選びました。おめでとうございます。はい、2人目、ひなたちゃん。私感想ここに書いてるんですけど、25番、一番ちゃんと踊ってた。初心に帰らされました、この真面目な踊りに。なので2人に選んだプラス、一番イクラショーなので一番白米が食べたくなる踊りを探してたんですけど、圧倒的です。今夜はイクラ丼を食べます。おめでとうございます。撮りますよ。はい、撮ります、撮ります。いいですか？このレンズ、このレンズ見てくださいね。いいですか？はい、チーズ、ニコニコ。はい、はい、ニコニコ、はい、チーズ。はい、チーズ、ニコニコ。はい、OK です。はい、OK ですかね。はい、じゃあ皆様、ご参加いただいた皆様もすいません。お待たせいたしました。前の方に何を拾っているの？あれはチーズ甲子園じゃないので、すいません、